LRI の IT の言った2キャツがダントツ料理。そうなんだ。あそこ総計取るんだ。どうせこいつら全員ロンダリングだろって頭に叩き込んで、このマインド大事だよね。で、まあトップはやっぱ東大、京大、東工大で、地方宮廷大。ちょっとこれにちょっと僕意義を申し出ていて。あ、メイケリの近くです。今回は慶応の荻田さん、九州大学の高幸さん、東京理科大の加藤さんに集まってもらいました。皆さん理系の院1年生ということで、今の超リアルな就活の状況について聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。理系の院生は結構推薦とかですごいいい企業に行けるっていう噂も聞くんですけど、そういうのって実際はあるんですか？まあ、ないです。あんまないです。ぶっちゃけあるのと思うけど、どこからがいい企業にもよるけど、ね、そうトップオブトップは無理だと思う多分。でもなんか世間一般でいうその大手企業みたいなところからはぶっちゃけ推薦は来る。うん、有名な企業に入ることは多分簡単にできると思う、それは推薦で、ただ推薦出しちゃったらそこの企業しかもう行けないから、だからもうそこの企業にどうしても行きたいっていう人は出したらいいと思う、推薦で。例えばどういう企業からもらえるんですか？さんとか、なんなら、まあ、ちょっと枠は決まってますけど、まあ、あと、うん、とか本当に結構名の知れた会社さんが推薦出してくれてるっていう感じですか？僕は材料系の学部なので、まあ、材料とか半導体が多いかなと思って、うん、まあ、一番みんなが知ってるのは、年収が高いで有名なとか、財閥系のメーカーとかは結構来るかなっていう風な印象かな。研究室の先輩とかって推薦使う人っていう、なんか僕の先輩は2人で、1人は推薦使って、1人は普通に文系就職みたいな形だったんだけど。僕の1個上は2人いるんだけど、2人とも推薦使ってなかったかな。まあ、これもやっぱ推薦使ったら絶対いけるっていうわけではなかったから、2人の話を聞いた限り、推薦は使ったけど、まあ、ちょっと落ちちゃったから、まあ、一般で受けたというふうな感じでは聞いてる。うん、それは俺も同じで、先輩は確か。確か推薦出したけど、あそこって確か推薦で出しても確か4分の1ぐらいしか受かんないぐらいの倍率だから。そう通ったら行くけど1本じゃなくて他のところの企業さんも併願して通ったら行くみたいな感じの人も結構多いんじゃないかなってイメージある。推薦があるから絶対受かるっていう確証はないっていうのをちょっとみんなに言いたい。間違いない、それ間違いない。理系院生ってさ、普通の通常専攻にもさ、最終面接前にさ、教授の推薦書必要みたいない？あー、ある。あるあるある。それ初めて聞いた。あれ、マジで一般で内定もらった後、推薦書書いてくださいっていうところもある。そう。最終面接受ける前に蹴ったって言ってる、その人は。それは、本当企業の闇を感じて、その推薦書を出すことによって、もう内定辞退されないということが、もう目に見えて分かってしまうという感じ。なるほど。理系院生ヒエラルキーみたいなのってあるんですか？で、まあ、トップはやっぱ東大、京大、それは間違いない、東工大、超強いよね。で、地方宮廷大。いや、ちょっとこれにちょっと僕意義を申し出ていて、東大と京大はまあトップってことは間違いないんだけど、そこの下が、まあ、宮廷で来るっていうのは、ちょっとなんか自分の中でうんって思って、やっぱ理系院だと総合大学よりも、やっぱ工学寄りの大学が一気に強くなるっていうイメージがあって、それこそ東工大がだとか名古屋工業大学であるとか、まあ、そこら辺はもう院で一気に就職の立場でグッて順位が上がってくるイメージ。工学専門でやってるから、やっぱそういう専門性であるとか、より深く学んできてるところがやっぱ企業に評価されてるなっていう風なイメージはあるかな。宮廷とかその地元の工学系の大学が強い分野っていうのは多分あると思ってて、例えば名古屋地域だったら絶対トヨタとか愛心とかに対しては明大とか名古屋大とか明光大とかってめっちゃ強いのかなっていう感じはして、まあ、一方戦略コンサルティングファームとか、まあ、そのシンクタンクとかなんかそういう分野を見た時に、まあ、意外とそこはなんかあんまり関係ないのかな、どっちかというとフラット目なのかなっていう印象はまあある。まだもちろん東大、京大、東工大がもうトップオブトップなら間違いないけど。間違いない。なんか学歴っていうよりかは結構専門性によって左右されるってイメージがある。逆に自分が工学系とかだったら全然取んないし、そんな。むしろ応募できないみたいな。専門性が高いことが重視されると、もうこの学部限定みたいな応募があったりするから、うん、まあ、そこは理系生の強みかなっていうか思ったりする。ただ、学歴っていう視点で言うと、学部ほど意識するほど差はないかなっていうイメージがあって、ロンダリングをする人がいるから、特にインターンとかだったら基本理科大って一番ど底辺なんだけど、で東大とか行っても学部から卒業してるかっていうのは意識せずに、どうせこいつら全員ロンダリングだろって頭に叩き込んでこのマインド大事だよね。じゃあ3人が
こういう人には勝てないなっていう人ってどういう人ですか？行動力がある人っていうのは結構あの学部生でも勝てないなって思うことあるかな。理研院生だったら あの学部生ほどあまりあの研究と老中並行だから時間取れないっていうのはあって、やっぱりその企業さんに、うん、あの時間を費やせば費やすほど取りやすいような企業さんだったら結構厳しいんじゃないかなって思う。あと一つ思うのは、学部生の人とかは競技インターンとかに参加して、まあ、社会人と関わってもう社会力極めましたっていう人が結構おるイメージだから、そこはやっぱ劣るなっていうふうな部分はあるかな。なんかインターンの最初とかすごいすごいなんか差を感じた。ワーク慣れしてない時ってどうやって進めたらいいか全く分かんないから、その時にやっぱあの長期インターンやってる人いるとなんかあったかもこれが当然かのように進められて、あこうやるんだって学びながらやってたから、俺はインターンシップをだんだん慣れてったらなんか自分もできるようになってって、だから最初の方はすごい差を感じた。学部生すごくねみたいな、もうグルメとかすごいかった、学部生がめっちゃスキルじゃんみたいな俺の2年間何だったのみたいな僕は貯金対やってたので、あちょっと無双してたかなってとこあるかな何もやってない人間とそのもう賞金インターンでバリバリ社会人と関わってきた人と戦わせたら、まあそれは負けるっていう風な思うよね就活でいいんだからっていうのはあんまないよね。ない、まあ、メーカーぐらいかな本当に。皆さん研究と就活ってどうやって両立してるんですか？両立っていうよりかその時間の使い方なのかな。僕の場合はもうここは研究やります、ここはもう就活徹底的にやりますみたいなのを、まあ、ちゃんとこう明確に1週間分けてで取り組むっていうのは結構意識してたかなと思うな。やっぱメリハリをつけることがやっぱ大事で、やっぱどっちも中途半端になるとやっぱどっちも崩れてしまう部分があるから、研究は研究、就活は就活っていう風にまとめた方が自分もいいかなというのは思うかな。やっぱり何時間研究室にいなきゃいけませんみたいな研究室じゃなかったから、例えばでもなんか細胞をずっと観察してないといけないから、なんかずっと研究室にへばりついていないといけないみたいな人もしかしたらいる気がしてて、まあでもそれでも同じかな、やっぱりメリハリっていうのはどちらも大事かなっていう感じがするんで。研究の合間にあの ES 書いたりしてたかも。一つのなんか PCR とかするとさ、だいたい1時間半か2時間半ぐらい反応時間があるわけで、この間の空白時間はじゃあ何するのって話で、あじゃあ ES 書けばいいんじゃねみたいな話で、俺はその間に ES 書いてたりしたかな、確か。研究室を休みすぎると怒られるっていうのはみんな同じ。それは間違いない。同じ。だからさ。まあ、複数例のインターン行くともう教授の顔が変わるんよね。もう駆け引きよね、そこは。もう教授ともう駆け引き、うん、今日は大丈夫かなみたいな。それは理由が就活でもダメなんですか？全然何も関係ないデータ出てるんだったらまだいいよみたいな感じかな。でもそう進捗出てるんだったらいいですって。だから就活やりすぎてデータないよって言った時の進捗発表は地獄だよね。1時間ぐらい永遠に詰められた俺さっき言ったら通れない道だよね。聞いた話だったら3 days のインターンシップは何個まで、2 days は何個までみたいな、そういった制限がある研究室、あとちなみに俺もあのサマーインターン行きすぎてあの秋冬のインターンあの行くの禁止されたからね。大学としてはいい企業行ってほしいから、そんなの制約なくすべきだと思うけど、まあ、そうだよねそれはある。まあでも多いのは高血取れない代わりにそのインターンに参加すると1単位もらえるっていう制度を使っていく人が多いかな。あるよね、なんかあのあるあるある。そのでもそれさ、なんか特定の企業だったりしない？ああ、それもあるかもしれない。ワンデーとかやっぱダメです。例えば材料系だったらそのあるメーカーの材料メーカーの3から5のインターンに参加すると1単位あげますよっていう、そういうのはあったりするかな。え、いいね、それ羨ましいわ。研究に絡めたその自分の専門と絡めたインターンであれば単位出してあげますよっていう、そういう制度はあるかもしれない。早慶のさ理系院生ってさどこら辺行ってんのみんな？会ったことないんだよね、早慶の理系院生。ダントツで多い、これ確信してるんだけど LRI の IT の行った2ケツがダントツで多い。ああそうなんだ。あそこ早慶取るんだ。いやもうめちゃめちゃいっぱいいる。やっぱメーカーはなんか世代よりも国公立ってイメージがあるよ。ああ それはそう、めっちゃ偏見だけど、そう日系的な社風があればあるほど国公立好きみたいな。IT とかは結構知り合い取るぞみたいな。いや確かにそれは間違いない。財閥メーカーは本当そう、国公立大好きみたいな。国公立大好きだよ。この前参加しは12人参加者がいて11人全員国公立だったから一人だけ知り合いみたいな感じでさ、肩身すまかった。今回は今までメイキャリになかった理研院生の座談会ということで、新鮮な話をたくさん聞けてすごい勉強になりました。ありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンお待ちしてます。待ってます。待ってます。待ってます。